浅田さんはやってくれてるんで、すごい濃い練習ができるようになってるし、パンチのスピードとか重さとかキレとかが、なんか打ってる自分でも分かるぐらい上がってるのをすごい感じて。調子はいいですよ、見てください。攻撃力がね、上がってるんですけどね、軽くなってんのにね。やっぱ何なんだろうね。今は1日休むと体重増えるから週7でやってますね。それが今までと一番違うかもしれないです。しびれも出る？出るか。前に上向いてままになってると、しびれと痛みで起きちゃうんですよ。いや、なんかどうですか、タケルさんって言われて、腰痛いけどな、いいですよって、それしか言えないから。試合前の状態とかも、僕は正川さんにしか言わないんで。去年の夏ぐらいに分離滑り症っていうのになって、そこからは本当、まあ、寝るのも痛いし動くのも痛いし、骨がずれちゃってるんで足に力が入んなくなっちゃったりとか。なんか体勝手に踏ん張るのをやめようとしてる感じ。あのぎっくりかばるのか、かばる感じか。腰が痛くなるのが怖くて、なんか勝手に抜けちゃうから、かばって力抜ける感じ。ガウガウですね。難しいです。壊れないように毎ラウンド竹の顔見ながらやってます。でも納得もさせてあげたいんで。ストレートでちょっとやってみてください。いいよ。いや、不完全燃焼で練習終わらせたくないと思うんで、そこが本当に見てて難しい。今まで以上に顔色を見てます。右の蹴りが蹴れないんで、1週間ぐらい蹴り蹴ってないんですよ。いろんな注射打って、膝に針も打って、電気も流して、超音波やって、数百万かかってます。斜めの角度が痛くて、この斜めの角度が入ると違うな。もううわーってなる。蹴れないときついなって。結構靭帯がすり減っちゃって、細くなってるし。前も蹴りかけてたもんね。それで再生中やつだ。蹴った反応でプチンって切れたら最悪だなと思って。確かに自分が蹴って、そう、自爆だと思う。なるから負担のない三日月とかで様子見て、多分右を蹴んないっていうのが一番良くないかな。そうですね、蹴んない絶対ペースで生まれてきたら上手いです。ここでガーって踏ん張るときにグーって。そうだ、こっち抜くと、こっち。でもまあ、タケルはきっと負けるのが嫌だから乗り越えるとは思うんですけど。逆境に強いんだなって自分でなんか思ったんですよね。大和猛だから名前取られてるんですけど、大和猛って南極打開神っていう逆境に強い神様みたいな。今までもなんかすごいこうやばいなって時に打開してきたなっていうのをなんかちょっと感じたんですよね。だからちょっとすごい自信が余計こう増しました。ちょっとおかしいです。おかしいっていうか、その怪我をプラス思考に考えれるっていう思考は本当に普通じゃないなって思うし、大体落ち込むんですけど。その状況は今から何も変えれないんで、それをこう悪く捉えて悪い気持ちのままいくか、プラスに捉えてプラスの気持ちで試合に行くか、もうなんかその差なんで、絶対いい風に考えた方がいい。変わらない状況だったら絶対いい風に考えた方がいいんで。まあ、リンがあったらもう一緒なんで、まあ、一緒に対策は考えたりしますけど、最後はやっぱ僕の感覚を信じてくれてるんで。勝ちますよ、絶対負けないです。ペッテ、どういう内容、感想は持たれてますでしょうか。あの時の僕の
心と体でできる 100% を出したんで、もう悔いはないし、これ 100% かなと思ってます。みんなといるときは練習やってりゃ別に何とも思わないですけど、車運転してるときとか一人いるときとかめめしく考えちゃう。あれは餌が負けなかったっていうのがでかいんで、やっぱりまあ言い訳ですけど、試合に対する後悔って全くないんですけど、こうだったらこうだったんじゃないかっていうのはやっぱすごい考えるし、膝の状態がすごいやっぱ良くなくて、まあ、今回の試合のキーポイントはすごい右の蹴りだなと思ってて、右の蹴りをすごい練習してたんですけど、試合の時は一発しか出せなくて、僕はやっぱ勝って正田さんに恩返しをしたかったし、タケルはブレずに倒して勝ちたかったで、ずっとタケルを貫いてたなと思いましたね。正和さんじゃなかったらここまでできなかったですって長くで、僕はボロボロになってずっと戦ってくれてありがとうとは言いました。で、僕は離れるわけじゃないし、ずっとそばにいるから安心してくれって言って、はい、まあ僕らの自慢ですね。